松坂が生んだ偉人、国学者の本居宣長をたたえる宣長祭りが7日に開かれ、たくさんの人でにぎわいました。この宣長祭りは、ふるさとの偉人本居宣長をたたえようと毎年松坂城跡で開かれています。この日は宣長が愛した桜も満開を迎え、例年より多いおよそ1万3000人が会場を訪れました。松坂城跡では宣長にちなんだ商品や松坂の物産などを販売する宣長市や、抹茶とお菓子を振る舞う宣長茶会が開かれたほか、本居宣長記念館など4施設が無料開放されました。また特設ステージでは2019年度クイーン松坂の発表が行われ、クイーン松坂に選ばれた中林莉子さん、湊ゆりなさん、元座りりなさんの3人が振袖姿で登場しました。3人はそれぞれの紹介の後、竹上市長からクイーン松坂のたすきが一人一人にかけられ、賞状とトロフィーを受け取りました。竹上市長は、クイーン松坂はいろんな場面で活躍いただいています、忙しい1年になると思いますが、松坂の PR に努めていただきたいと激励の言葉を送りました。竹上市長、ありがとうございます。お願いします。この後、お菓子巻きや松坂生涯音頭なども行われ、訪れた人は様々な催しを楽しんでいました。宣長祭りは来たことがなかったので、朝思いついて飛び出してきました。でも花も綺麗、町も綺麗、大好きです、ね、大好きで中学校はその殿町中学校だったんですな。だから写生大会もここでよくあったし、その木綺麗でした。はい、お天気に恵まれ、たくさんの人にお祭りを楽しんでいただきました。さて、この松坂の偉人本居宣長の人生を紹介する番組が、4月23日、4月30日、5月7日から3週連続3回シリーズで放送します。ぜひご覧ください。